皆さんこんにちは。アシアンダンサーギャバンです。今回もですね、雑談動画なんですが、ちょっとダイエットの雑談の動画をこの直前に撮らせていただいたんですけども、ダイエット関連、かつ、今回はですね、私の初体験シリーズということで、何個かちょっと初体験をしましたんで、その話をね、していきたいと思います。で、今回お話しする初体験は、送信エステ。痩せる体のエステと書いて送信エステ。ダンディーハウスにですね、体験で行ってきたという話であります。ダンディーハウスの、トリプルバーンというですね、体験コースがあるんですけれども、5500円で、1回分の施術が体験できますよっていうようなコースがあるんですが、そちらの方に行ってきたということであります。で、ダイエットをね、してる中で、今、その送信エステ行ってから3日ぐらい経ちましたかね、経ったんですけれども、結果から言うとですね、お腹とかがちょっと痛いです、この辺が。なんで痛いかっていうとですね、トリプルバーンは、足からスタートしまして、上半身この辺ぐらいまでなんですけれども、まずはですね、お腹の肉をこうつままれて、脂肪がどんな感じでついてるかっていうのをね、施術担当の女性スタッフの方に、チェックしてもらうと。で、僕の場合いつも脂肪がつくのってどうなってるかって決まってて、このお腹周りに浮き輪みたいな形でね、肉がつくっていうのが、典型的な形になります。で、そこをつままれてね、なるほどと。で、お腹、正面のお腹に比べると、背中側の浮き輪に関しては少し硬くなってきてるんで、なんか柔らかい脂肪と、硬い脂肪があるらしいんですね。で、硬い脂肪になればなるほど、その、落ちにくい脂肪になるんだっていうような説明をされました。で、だから背中側の方がより、なんていうんですか、セルライトと言われる落ちにくい脂肪に近づいてますね、みたいな説明をされて、なるほどと。で、それでですね、なんですか、エステにあるような、こう、寝る台みたいなところに寝て、まずは、こう、オイルみたいなのを塗られてですね、その後は、なんか吸盤みたいな形でね、吸い付く、器具みたいなのをこう当てられてですね、もう本当に吸われてるわけです、お肉が。で、吸われたまま、こう、グイ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 と。エステ、送信エステって聞くと、なんか手でこうやって、こう、脂肪をこう、揉みしだいて、どうのこうのみたいなイメージがあったんですけど、今もう多分手でやらないんでしょうね。手じゃなくて、その吸盤のマシーンで、こう、グリ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 っと、マッサージされるっていうことをやりました。順番としては、まず、うつ伏せになって、足の裏側からスタートして、僕ちょっと足もむくみ気味ですね、みたいなこと言われたんで、足を、施術して、背中を施術して、で、仰向けになって、お腹、あと、腕、脇っていう感じですかね。で、やって、リンパの流れみたいなところを、その吸盤のマシーンで、こう、グリグリグリっとやられて、右よりもちょっと左の方が痛いですね、とか、お腹は、浮き輪もそうなんですけど、お腹の中心部分がとにかく痛いですねっていう話を、しました。で、それが終わると、もうその、マッサージ的なものはほぼ終わりで、首だけ出る、サウナで、8分ぐらい、体を温めて、で、その後は、なんか体に電極をつけて、シックスパッドのなんかすごいやつみたいな感じですかね。で、電気を流して、体がこう勝手に硬直するみたいな。みたいな感じで、それが足の裏、足も、ももですか。足の裏、足首、もも、お腹、背中、腕に、その電極をつけて、ブブブ、定期的にブブブブ、ブブブブってなって、で、それで、なんかファラオみたいな感じでですね、シートで、こう、くるまれて、ライトを当てて、とにかく汗かかせるみたいなので、それが25分。だから最初のマッサージで、何分ぐらいですかね ?15 分ぐらい。で、その後首だけ出たサウナで8分。で、あとはその電気刺激の有酸素運動プラス、その、なんすか、汗かかせる
っていうのが25分っていう感じで、トータルの、まあ、カウンセリングとかも含めて、だいたい2時間ぐらい、かかったっていう感じですね。うん。まあ、パンフレットを見たら、1回の施術、この施術で、だいたい1キロぐらい体重が落ちますよって書いてありましたけれども、まあ、もう、原理からしたらもう分かってますけど、脂肪が落ちるわけじゃありません。サウナとか、とにかくその、体をくるめてね、あったかくしてっていうことなんで、僕も相当汗かきましたけど、単純に水分が抜けるっていう施術になりますんで、まあ、あれをやり続けることで、果たしてその脂肪が減るかっていうとまたちょっと違うのかなっていうところはやっぱ感じましたね。うん。で、体験なんで5000円で済みましたけれども、実際あれと同じ施術を会員になってからだとどれぐらいかかりますかって言ったら2万4000円ということで、話がありました。2年間のその会員費が、3万3000円とかぐらいかかって、かつ1回の施術は2万4000円で、で、1回ずつっていう買い方ができなくて、まあ、3回とか6回とかっていう形のまあ、セット購入みたいな感じになるみたいな、お話がありました。で、まあ、やられる方は、ものすごくその、短期的に痩せたいっていう方もいれば、まあ、定期的に体のメンテナンスみたいな形で来る方もいらっしゃいますよ、みたいな、お話はしてくださいましたね。で、私、施術受けてる間、横とか、別の場所で、施術受けてらっしゃる、まあ、おじさまたちのですね、声が聞こえてくるんですけれども、やっぱり私みたいな、30代の年代というよりかは、もう少し上の50とか、まあ下手したら60代ぐらいのお声かなという感じがしましたんで、やっぱりお金を持ってらっしゃる男性が、まあ綺麗な女性たちに、まあ、こう、施術をしてもらって、あっはっはみたいなね、雰囲気としてはそんな感じがしました。だから、めちゃめちゃ勧誘されたりとかもしなかったですし、まあちょっとね、なんですか？ちょっとその、わざとテンション上げてらっしゃるなっていう感じは確かに少しありましたけど、まあそんなにうざったい感じの話し方ではなかったですし、ものすごくそのぐいぐいね、入会を迫ってくるっていう感じでもなかったんで、インターネットでもともとダンディーハウス口コミみたいな形で調べてた情報よりかはすごくあっさりしてました。まあ僕のこの見た目ですからもういかにも金なさそうなんで、まあ、勧誘してもしょうがないと。体験だけのやつだろう、みたいな形でね。すぐリリースしてくれたのかなっていうところで、まあ、ほっとはしてますけれども、聞いていたよりそこまで勧誘はえぐくなかったなという印象があります。で、まあ、効果に関しては、とにかくその施術で1キロぐらい痩せますよっていうのは、それはただ水分が抜けただけでしょっていう感じがあるんで、果たしてこれの施術でね、痩せるかっていうと、またちょっとわからないなっていう感じではあります。ただ、その施術だけじゃなくて、ダイエットに対してのアドバイスとか、まあ、追加でお金はかかるんでしょうけども、サプリメントみたいな紹介はしてくださるんで、まあ、そこまで一体でね、まあ、二人三脚というか、他のジムとかでもありますけど、食事に対してのアドバイスとか、まあ、サプリの紹介とかっていうところまで、まあ、お金と時間をかければ、まあ、それなりに効果が出るのかなっていう感じだったんで、まあ、ちょっとそこまではね、お金かけられないなっていう感じだったんで、まあ、今回は本当、初体験、送信エステ初体験ということで勉強をさせてもらいました。で、今どういう状況かっていうとですね、お腹が痛いです。この辺が。うん。相当強い力で、吸盤、常に吸ってる吸盤みたいなので、こうお腹とかをぐいぐいやられたんで、でもね、脂肪の、なんかね、形が少し変わったというか、本当に浮き輪みたいな感じになってたのが、少しこうね、吸盤でほぐしてもらったから、重力で下に落っこってまさに浮き輪みたいになってたのが少しこう、ふわーっと、お腹全体に脂肪がまんべんなくの方に少しだけ戻ったなっていう感じがあるんで、あ、やっぱあれだけ、なんていうんですか、吸い出しすると、ちょっと形変わるんだと思った。足の形もちょっと変わりましたね。うん、施術してすぐの時。あ、少しなんか足の形変わってると思って。で、あれだけのマシンを使えば、少しこう、脂肪を散らすというかね。うん、一点だけボヨンって出てるんじゃなくて、まあなんか、なんとなくまんべんなくってこともできるんだと。そこはすごい面白かったですね。うん。ただ、
しばらく痛いんで、ちょっとなかなかこの直後にイベントあったらやばかったなと、ここでね、なんかふんどし巻いたりすると痛かったなと思って、そこはちょっと危なかったなっていう感じがしますけれども、社会勉強としてはすごくためになる回でありました。今回はですね、ギャバンの初体験シリーズということで、送信エステ、痩せる体のエステと書いて、ダンディーハウスに、行ってきました。どれぐらい勧誘されるのかなとか、どれぐらいの費用帯なのかなっていうところでちょっと気にはなってたんですけれども、ちょっと僕みたいなガキには、ちょっとコンスタントに行くにはね、かなり費用がかかるんで、まあお金に余裕のある方、何としても、例えば 2ヶ月、3ヶ月後に、ものすごい痩せたいとかっていう方でね、二人三脚でパーソナルトレーナーじゃないですけれども、お願いしたい。で、かつ、まあ、その、施術に関しては、重たいバーベルを一緒に、って上げるんじゃなくて、まあ、どっちかというと、こう、寝てるだけで、まあ、ちょっと痛みに耐えれば、寝てるだけで、それなりに、運動させてもらえるという捉え方で、納得できれば、一つの手段としてありなんじゃないかな、ということで、あります。まあ、私はそこまで勧誘されなかったんで、そんなに悪い印象は持っておりません。お腹が痛いだけです。ぜひ興味のある方はダンディーハウス調べていただければと思います。タイシアンダーサーギャバンでした。ありがとうございました。まるー